葉山さん、聞かせていただけますか。2004年の1月8日あなたが異世界に行った話を。すいません。なんか祭りの音みたいなの。それなんだよこれ。危ないから線路の上歩いちゃダメだよ。イサヌキトンネル大丈夫ですか。如月駅今も探してるんです。